目黒くん、はい、あれ途中なんか動物がなんか泣いてたじゃないですか。本当あれが何なんだ。ほんまや、あの夜本当に怖かったよ。聞いたことない鳴き声なんですよ。本当ですよこれ。これが冒険少年だ。山にこもって日本語がわからないインドの方と一からカレー作り。しかし暴れる君大ピンチ。冒険少年月曜夜7時。